ワールドトレードセンター、ニューヨーク。ワールドトレードセンター、WTC は、かつて、アメリカ合衆国のニューヨーク市マンハッタン区の、ロワー,ーマンハッタン、マンハッタンの南端に位置していた、商業施設である。ロックフェラー一族が掲げる理想、ワールドピース・スルートレード、貿易を通じての世界平和から命名された。日本語での訳語は、世界貿易センター、 日本以外の漢事件での訳語は世界貿易中心。建設及び経営にはニューヨークニュージャージー港湾公社が当たっていた。2001年の9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件の標的となったことで知られている。かつてワールドトレードセンターはワールドトレードセンターコンプレックスという5万人の 勤務者と1日20万人の来館者のニューヨーク最大のオフィス、商業センターであった。コンプレックスは 1WTC から7、WTC までの7つのビルによって構成されたが、特にその中心であったツインタワー 1WTC 及び 2WTC は完成時に世界一の高さを誇り、2棟の巨大な直方体が並び立つ姿は、 ニューヨーク市やマンハッタンのシンボルとなっていた。日本で単にワールドトレードセンタービルといえばこのツインタワーのことを指した。2001年9月11日の旧11テロアメリカ同時多発テロ事件によって崩壊して以降はグラウンドゼロまたはワールドトレードセンターサイト跡地という呼び名が定着している。現在は1ワールドトレードセンターを中心とした 新ワールドトレードセンターがある。WTC の敷地はかつて、ラジオロー、ラジオ横丁と言われた、電気部品街、倉庫街や、リトルシリアと呼ばれる、アラブ人移民街のほか、ハドソン川横断鉄道のターミナルビルがあった。偶然にもこれも双子のタワーで、22階建てでに、ブロックを占めるほどの大きさがあり、1908年の建設当時は、 世界最大のオフィスビルであった。地下にハドソン川を渡るニュージャージー州からの通勤鉄道の終着駅があったが、その経営は第二次世界大戦後モータリゼーションによって破産状態になった。増大する海外貿易のための大規模な商業、取引センターをニューヨークに作るという案は第二次世界大戦直後からあり、1946年に ニューヨーク市によって設立されたワールドトレード社がいくつの建設案を作成したものの資金不足などで計画倒れとなっていた。この戦後間もなくの計画に関わっていたデイビッド・ロックフェラーは1950年代後半にはマンハッタン各地で数十ブロックを丸ごと刷新する都市再開発計画リンカーンセンターなどを埋めていたが同じ時期 ロワー,ーマンハッタンで再度ワールドトレードセンターを作る計画をはじめ、1960年にニューヨーク公安公社、1930年に設立されたニューヨークニュージャージー寮にまたがる公安地域の開発を目的とした公団、1972年にニューヨークニュージャージー公安公社と会消のオースティン・トービン総裁に提案した。第二次大戦中から総裁を続ける実力者、 当ーと港湾公社はワールドトレードセンター計画を強力に推進することにし、最終的に場所をハドソン川横断鉄道があり、ニュージャージー州との交通便利なハドソンタワー沿いの現在の敷地に決定した。老朽化した一帯を再開発ですべてさら地にし、巨大なオフィスビルを複数作って貿易関係の企業を集積させ、税関施設や港湾公社などの貿易ビジネスを サポートする機関もすべて入居させるというワールドトレードセンターコンプレックスの建設がこうして決定したのである。さらに、ハドソン川横断鉄道を港湾公社運営による新鉄道パストレインにし、その駅も新築して敷地内を走るニューヨーク市地下鉄道の乗り換え駅とし、交通パーミナルを構築することにした。設計にはコンペの結果日程アメリカ人建築家の ミノル山崎の案が選ばれ、敷地の大部分を低層ビルや、公共の広場、プラザ都市、隅に二棟の直方体、63.4メートル63.4メートル415メートルの超高層ビルを建てるという建設計画案が1964年に発表された。この案は、より多いオフィススペースを必要としていた施工主を満足させるものだった。 ビルの有効面積を増やし賃貸収入を上げるため、フロア内には一本の柱も内大空間を可能とさせる山先のチューブ構造がこうそうした。ビルの中央にはエレベーターや階段、ライフラインを集中したチューブ状のコアを構成し、外壁は網状の外側チューブを形成し、二つのチューブが強度を分担する鳥籠の中に鳥籠があるような構造であった。 内外のチューブ構造の間に床の梁を渡すことにより柱や体力壁のない広大な空間を得ることができた。これら外壁支柱はそれぞれ地下から立ち上がり4階付近で3本に分かれそのまま最上階まで達するものでその結果ほぼ同じ床面積が1階から最上階まで続くという非常に効率的なものだった。またニューヨーク港に面したローアーマンハッタンは 風が強く、超高層ビルへの影響が懸念されたが、中部構造の柔軟性は、タワーの中心部、55階付近を最大振幅させるため、暴風時でも最上階付近ではほとんど揺れを感じないという優れた設計だった。さらにエレベーターの効率的な運行のため、44階と78階に乗り換え階、スカイロビーを設け、高速エレベーターをスカイロビーに直行させ、 ここからさらに各開業のエレベーターに乗り換え去るという方式にした。これはオフィス面積をエレベータースペースで犠牲にしないため限られたエレベーターシャフトの面積を超高層ビルで最大限に有効に利用する画期的方法であり、このような運行システムを採用したのはツインタワーが世界初だった。各タワーには低層外専用、中層外専用、 高層外専用、スカイロビー、44、78階直行、最上階、展望台、レストラン直行、合わせて104機のエレベーターが設けられた。41、42、75、76、108、109階は2棟とも、機械室棟になっており、立ち入ることは、不可能であった。ツインタワーは、北等、 南東ともに110階建てであり、北東 1WTC の110階は、テレビスタジオ南東 2WTC の108から110階は、機械設備外となっていた。北東の屋上には通信用アンテナの先頭が設置されており、南東の屋上は展望デッキとして使用されていた。200階建てのビル一棟にしたり、複数の構造ビルで敷地を埋めず、 110階建て二棟にしたのは、一棟だと退屈に見えがちな四角いビルも二棟、並べばシンボリックになり、その分直方体のシンプルさが際立つことと、またビルをヒューマンスケールを超える高さにしたり、大洋積のビルが密集した塊にはしたくなかったことだと言われる。また働く人や観光客に安らぎを与えるため、 ヨーロッパの古い都市の大聖堂と家々に囲まれたプラザを模した護衛ーカーの広さのプラザ、後に総裁の名を取って東瓶プラザと呼ばれたを敷地中央に作った。足元のエントランスの部分は外壁支柱が地上付近でカーブを描いて1本から3本に分かれる形状のため上層部で支柱を密集させつつ、足元では建物への出入りのための十分幅が確保できた上に、 荘厳なゴシック建築やイスラム建築を思わせるような趣きを醸し出すことに成功した。全体のプロポーションも余計な装飾なく、すっきりとまとまっており、洗練されたモダニズム建築であることがわかる。しかし実際に近くで見る、ツインタワーはかなり威圧感があり、当時の市民の評判も決して良いものではなかった。建築評論家からも評判が悪く、 モダニズムの悪い見本のように語られることもあった。しかし、門中のように並ぶ直方体は遠くから見たニューヨークのスカイラインに一目でわかる特徴を与え、すぐにニューヨークの新しいシンボルとなった。また 1WTG106 階の最高級レストラン、Windows, On the World や 2WTG107 階の展望台と屋上の展望デッキは新しい観光名所になった。 2WTC107 階の展望台には、大人は4ドル、日本円で約400円で入場することができた。また、天候の良い日は107階からエスカレーターで、最上階の通路まで上り、そこからまたエスカレーターを乗り継いで屋上の展望デッキに出ることもできた。1966年から始まった建設作業は難航寺であった。まずラジオロの低層建築や、 ターミナルビルの立ちのきに時間を要した。これらをすべて解体し、さらちにする作業と並行して、ハドソン側からの地下水浸水を避けるために、敷地全体に地下7階の深さまでのバスタブ、浴槽と呼ばれる防水を施した巨大な基礎構えを掘る作業が行われた。バスタブには元柱が打ち並べられ、鉄骨をつないで柱を大空へ伸ばし始めた。 バスタブ内には運行中のハドソン川横断鉄道が走っていた。これを仮線路と支柱で宙に浮かせたままバスタブ内を渡し、新しい線路や新駅を建設した。そして、鉄道の経営は港湾公社に移管され、パストレイン、パス、ポートオーソリティトランス、ハドソン、港湾公社ハドソン連絡鉄道と解消された。また地下鉄の新駅や大駐車場、 ショッピングモールなども建設された。ハドソン川からの地下水が浸透するのを防ぐため、バスタブの西側、ハドソン川に面した川には丸毛ダムのような、コンクリートの大防水兵器が建設された。またバスタブから出た76万立方メートルもの、大量の土砂は、敷地西側に隣接する、ハドソン川沿いの串型不当の埋め立てに使い、巨大な埋め立て地が出現した。 この埋め立て地はバッテリーパーク式と呼ばれ、1980年代後半以降、ワールドフィナンシャルセンターと呼ばれる新たなオフィスコンプレックスや高層住宅が立ち並んだ。こうして1972年に 1WTC ノースタワーが、1973年に 2WTC サウスタワーが完成し、1973年4月4日に、 ワールドトレードセンター落成式典が挙行された。世界一の座は1974年に完成したシカゴのシアーズタワー、ゲンウィリスタワーにすぐに奪われたものの、展望デッキや展望レストランが1975年以降完成して、ニューヨークの新しい観光名所とな、以後多くの映画やテレビドラマにツインタワーが登場するようになった。オフィス、ホテル、合衆国税館、 先物取引場など6棟からなる、ワールドトレードセンターコンプレックス全体は1977に完成した、また1987年には隣接する敷地に7、WTC が追加オープンしている。当初、WTC の建設に反対していた団体もあったが、展望レストランだけは残してほしいと、その眺望を絶賛した子もあった。 ところがいざオープンしてみると、当初想定していた貿易会社などの入居は少なく、国際貿易の拠点としてのワールドトレードセンター計画は当てが外れた。完成時のキーテナントは、公安公社ほか、市や州、連邦政府などの機関が多く、あたかも官庁舎のような状態であった。活況を呈してくるのは、ウォール街が、 世界の金融の中心として活況に満ちた190年代以降で、モルガン・スタンレイやソロモン・ブラザーズの本社をはじめ、世界の銀行、証券、金融会社の多くが、ウォール街に隣接する WTC にこぞって入居するようになってからだった。ある日、通行量調査を行ったところ、1日の勤務者は5万人、来館者は20万人という数字が出た。あまりに規模が大きいので、 ワールドトレードセンターだけで2つの郵便番号1048と1049が与えられたほどだった。WTC は公共建築や大型ビルを建てる際はその建設費の1%をパブリックアートに使うという現在では全米各地に広まっている条例を適用した先駆的なビル村だった。エントランスのロビーにはルイーズ・ネイベルソン、ジョアン・ミロ、 ルコルビュジエラの大きな作品が、プラザの中心には、フリッツ系日ヒ、フリッツ系日ヒの T スフィアが、またその周辺には、リュウ、マサユキのクモの鳥で、ジェームズ・ロザッティ、ジェームズ・ロサチのイデューグラムなどが置かれていた。また、WTG7 建設後には、アレクサンダー・カルダーのスタビルなどが設置された。ビルの、各手なんとも各々の美術コレクションを所有しており、 例えば 1WTC の上層階にあって、社員のほとんどが犠牲となった、証券会社キャンターフィッツジェラルドは、ロダンの彫刻のコレクションで知られていた。このように、WTC 全体には、美術館ができるほどの数と質の美術品があったが、アメリカ同時多発テロ事件によってその全てが、怪人に返した。プラザに毅然と君臨していた、ケイニ日比のザスフェアーは、 ズタズタの残骸になって発見された。再度組み立てられた後、バッテリーパークに移設されて、現在ではテロの仮記念碑となっている。ワールドトレードセンターコンプレックスは二度テロの標的となった。1993年2月26日の正午過ぎ、反米テロリストの仕掛けた爆破物を満載した番が、タワー直下の地下駐車場で爆発。 地下に合わせた6人が死亡した。駐車場の火災により発生した煙が両タワーのエレベーターシャフトを伝わって全回に広がり、WTG は全艦全員緊急退去という騒然とした状況に包まれたが、幸い人的被害は最小限にとどまった。実験後の調査で爆発はタワーの構造強度に未人のダメージも及ぼしてはいなかったことが判明。また、 ここで得られた数値をもとにシミュレーションを行った結果、仮に爆発規模が数倍のものであったとしてもタワーの構造強度に深刻な影響は及ぼさなかったことが分かった。このため、事件後セキュリティ面を徹底的に強化した WTC は2ヶ月半後には最安全なオフィス環境として再オープンした。2001年9月11日の午前、 イスラム系国際テロ組織アルカイダ実行犯がハイジャックした民間航空機2機が両タワーに次々に自爆突撃をした。航空機の燃料により火災が発生し、高熱で強度の低下した階層の鉄骨が雑屈を起こし、それによる荷重が次々と火葬に雑屈の連鎖を起こしたことで極めて短時間で2つのタワーは崩壊した。鉄骨作りのメリットを 最大限に生かした構造であったが、高熱に弱いという鉄骨作りの欠点を露呈した事件でもあった。これによりテロリスト含む、乗員、乗客、テナント、消防、警察など、合わせて2749人もの死亡者を出す。惨事となり、ワールドトレードセンターツインタワーは崩壊した。また巨大なツインタワー両胸の崩壊の過重と衝撃により、 コンプレックスを形成する3から7、WTC ビルも崩壊した。WTC 建造物への被害は以下の通り、跡地は2001年の暮れに公開され、残骸撤去と、行方不明者と遺体の捜索が続く中、周囲は祈りの場となった。跡地から見つけられた十字架状の鉄骨は、崩壊跡地に建てられており、鉄骨の十字架と呼ばれている。9、 11で膨大な床面積のオフィス物件を失い、市内からの企業流出を恐れるニューヨーク市などは、ローアーマンハッタン再開発会社を設立、ここに WTC を再建する計画がスタートした。しかし再開発にあたっては、遺族感情もあるため、誰もが慎重にならざるを得なかった。当初案は、オフィス再建一辺倒だったため遺族の反発を買い、 世界の建築家を招いたコンペを経て、ダニエル・リベスキンドのメモリーファウンデーションと題する案が一等となり、採用された。ポーランド生まれドイツ在住のリベスキンドは、ベルリンユダヤ博物館に代表される記念モニウントの設計に実績があり、今回も先頭までの高さ1776フィート、541メートル、アメリカ独立の1776年にちなむ。ただし、 建物部分は70階建ての自由の女神を模したフリーダムタワーがそのデザイン中核を占めていた。またツインタワーのあった場所は異例の場とし、その周囲をストーンヘンジのように囲む五つの高層ビル群は毎年九月十一日の朝の旅客機、衝突時刻からビル崩壊時刻までの間、タワー跡地には影を落とさないように配置されていた。しかし、港湾校舎は急。 十一テロ直前の二千一年七月、ニューヨークの不動産開発業者、ラリー・シルバースタインに WTC を長期リースする契約を交わしており、その結果シルバースタインが事実上の再建指向主となったため、事態は複雑な様相を呈するに至った。商業価値を優先するシルバースタインは、モニュメントとしての性格が強いリベスキンドアンを嫌、ソムのデビッド・チャイルズを参加させて、 設計に大幅な変更を加えたため、リベスキンドとの間で訴訟沙汰となった。両者は和解し、新たにリベスキンドチャイルズ設置案が公表されたのの、今度は警察当局や米国本土安全保障省などから保安上の設計変更が求められ、さらに公安公社やこれを管轄するニューヨークニュージャージー領収議会などの意向も加わり、設計は 変更に変更を重ねることになった。2002年5月いっぱいで残骸はすべて撤去され、遺体の捜索も合わせて打ち切られた。以後、新ワールドトレードセンターや地下鉄の再建が始まり、その第一歩として、新ラナ WTC が2006年に竣工 WTC 全体の再建事業完成は当初は2010年代前半となる予定であったが、 リーマンショック等の経済的な事情により大幅に遅れ2020年代前半になると見込まれている。なお再建後の名称は従来通りワールドトレードセンターとなる予定である。新ワールドトレードセンターの構成は以下の通り6番目の WTC タワーに関しては現時点では明らかな計画は登っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。